こんばんは。ちょっといきなりなんですけど、これ見てください。質問なんですが、エペモバはやらないんですか？ソロランもそっちの方が簡単ですし、というふうに、まあ何の変哲もない DM が来たんで無視してたんですけど、続きがあるんですよ。あとエペモバでバリスタさんの名前を使ってるんですが、いいですか？いいわけねえだろ、殺すぞクソガキ。まあ落ち着け、まあ落ち着く、話し合おう。話せばね、きっと分かってもらえるはずです。なんで俺の名前使ってるの？使ってるからだよ。死ね死ね死ね。なんで、なんで俺の視聴者にはこういうクソったれたガキしかいないわけ？いや、もうさ、ちょっとでいいから先のこと考えて行動しろよ、お前ら。その、なんか俺の名前使ってApexやったりさ、他の YouTuber さんの配信荒らしたりしたらさ、俺なんもしてないのに嫌われたりやばいやつみたいに思われるんですよ。もうね、本当にやめていただきたい。ということで、今日も京都でそういう気違いから寄せられたコメントを返していきたいと思います。では1つ目、パッドの方が強いのになんでキーマウに移行したんですか？これね、何回か言ってると思うんだけど、キーマウの方がイケメンだからです。パッドってさ、なんかめっちゃブサイクじゃん、顔とか。パッド使ってるやつ顔キモいやつ多いから。確かにね、パッド使ってればね、キーマウより近距離とかめちゃくちゃ対面強いから有利だし、俺ももっと強くなれたかもしれませんよ。けどみんなパッドの画面見てるよりキーマウの画面見てる方が楽しくない？あ、これ同じ実力の人と比べてってことですよ。キーマウの画面ってさ、ストレイフしたり小刻みな視点移動できたり疾走感があってかっこいいじゃん。でもパッドの画面ってなんかみかんの皮剥いてんのって感じだし、なんか泥沼にはまって抜け出せなくなったコオロギみたいな視点移動じゃん。あとなんかやっぱり一番言われてるけど、Apex なぜかパッドのエイムアシストが鬼レベルでついてるから、俺たちみたいな中くらいのレベルのやつがワンマガで殺しても、はいはいエイムアシストのおかげじゃんみたいに言われるのがオチだし、キーマウならさ文句のつけようがないでしょ、エイムアシストゼロなんだから。ドラゴンボールのセル編でさ、最後にご飯が悟空と親子カメハメハでセルを倒すとこあんじゃん。あれもろキーマウ対パッドって感じだよな。セルはさ、一人で何のアシストもなくカメハメハで挑んでるのに、ご飯あいつ勝てないからっていきなり死んだお父さんのエイムアシスト利用しだしてびっくりしたわ。あれマジやばいでしょ。 Apex に例えたらさ、1人落として2人目を激浪まで追い込んだのに、なぜか最初に殺したはずのデスボックスがディボーション打ってきたみたいな話でしょ。めちゃくちゃですね、ドラゴンボールは。見ない方がいいですあのアニメは。まあそういうのはね、置いといてさておき、話を戻しますと、やっぱりさ、今 Apex やってる人って、まあ、10代後半から20代が一番多い人口層だと思うんですけど、若い時って顔はブスだけど中身いい人か、顔は可愛いけど中身悪い人だったら、まあ8割後者を選ぶと思うんですよね、若い時はね。まあ一番いいのは言わずもがな、顔も良くて中身もいい人なのは当たり前ですよね。でもさ、皆さん、顔って変えられないけど中身はさ、頑張ったら変えられるじゃん。キーマウとパッドの違いは限界があるかないか。キーマウって確かにパッドに比べたらアシストないしきついけど、努力でその差は埋まらないにしろ縮められるじゃないですか。パッドは感度の限界は500、どれだけあがいても500。俺はパッドのことを悪く言いたいじゃないよ。
キーマウの素晴らしさをより理解してもらうためにパッドと比べてるだけですからね。パッドは顔がブスだけど性格はいい。キーマウは顔は可愛いけど性格が悪い。けどキーマウはお前らが愛してやれば愛してやるほど性格がどんどん良くなっていく。さあお前はどっちを使う？パッドかキーマウか。リアルでブスなのにネットデバでブスでいるつもりなのか。せめてネットくらいイケメンでいてもいいじゃん。聞けブスども、イケメンになコンバーター。いやそれは違う。お兄ちゃんの理論だとエイムアシストもあって視点移動もかっこいいのが正義ってことはコンバーターは正義ってことだよ。違う、俺はただキーマーの良さ。そんなんだからお兄ちゃんはいつも嘘だ。勢いでローマしてるように見せる。